八浜合戦は、天正10年2月に、備前国小島軍八浜村で戦われた戦い。当時、中国地方最大勢力の毛利氏と、小田市中国方面軍司令である、橋場秀吉の参加に入っていた浮多氏との間で、行われた合戦である。天正9年末、当主であった、浮喜多直家は53歳の時、岡山城にて病没。翌年春、毛利氏は、 小板本木を総大将として、上山城へ進軍し、小島軍を制圧しようと格策。毛利勢進出の知らせは、小島から岡山へ中心される。宇喜多氏は、宇喜多春や、宇喜多元家夫子を大将とし、戸川秀康、岡蹴り等を率いて八浜城に布陣し、上山城に対抗して、爆藩山に取り出を築こうとした。しかし、築城を察知した毛利勢は、 幕藩山を占拠して八浜城と退治し、小競り合いを続けた。天正10年2月21日の早朝、浮田勢が幕藩山六に馬草刈りのために数名の兵を繰り出す。これに対して、毛利勢は数人の兵を出し、まぐさがりをしていた浮田勢を追い払う。そこで、浮田勢はさらに数人が稼い、毛利勢も数名を繰り出し応戦 こうした両軍のやり取りで双方ともに、大勢となり、大崎村、玉野市八浜町大崎柳畑の浜辺で、大合戦となった結果、浮北元家は戦死した。敗走した浮田勢は八浜七本槍の働きで、過労死で毛利勢を食い止めたが、以降は八浜城に牢城して、秀吉の救援を待つこととなったとされる。ありがとうございます。